皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、今街中がもうセールだらけじゃないですか。特にアパレルとかだともう今夏のビッグセールみたいな感じで、ここもかしこもセールしてると思うんですけど、でも私もね、いろいろとちょっとお買い物したりとかしてるんですけど、安定にタラさんのセールで今回も爆買いいたしましたので、今日は今真っ只中の夏のビッグセールでのタラの購入品を紹介していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、というわけで、じゃーん！今回はこんな大きな段ボールで届きました。今回もちょっとね、オンラインで買ったんですけど、アプリは10時から開始だったので、アラームかけて10時になった瞬間に、あ、早く早くって言って、もう速攻で注文しました。あらかじめね、気になったアイテムとかをカートに入れといて、もうあとは買うだけみたいな感じでやってたんですけど、無事にゲットできましたので、紹介していきます。じゃあまず、一つ目が、じゃじゃん！こちらでございまーす。ベストを購入いたしました。前に私なんかで、ウエストコートが最近気になってるって話したと思うんですけど、ウエストコートがずっと欲しくって探していて、なかなかちょっとこれっていうものに出会わなかったんですが、今回ザラでセールであったので、買ってみました。ボタンのところがすごい可愛くて、になってるんですよ。結構なんか同系色のボタンとかが多いと思うんですけど、このパールっていうのがすごい珍しくって、上品にも着れそうなベストなんですけど、まあ私はやっぱりこういうベストをデニムとかと合わせてカジュアルに着るのが好きなので、そういった感じで合わせたいなと思って、でしかもこのパールのボタンになってるから、これちょっと女性らしさもみたいな感じで、すごい私の好きなコーディネートが組めそうだなと思って、これは結構もう即買い即決めでしたね。即決か。後ろはね、こんな感じで生地がちょっと違って、割と薄めの生地になっております。でちなみにサイズから私 S サイズを購入したんですけど、もう一個ちっちゃくても良かったかなって思いました。 XS から XL まであったんですが、 S でもちょっとゆったりして可愛いんですけど、もうちょっとタイトな印象でも良かったかなっていう気がしております。なんかこれに今履いてるんですけど、こういった感じのデニムのハーフパンツみたいなのとかと合わせてもめっちゃ可愛くないですか。マニッシュなパンツにクールなベストで合わせたりとかしたいなって考えております。こちらのお値段がもともとが5990円だったんですけど、セールで3990円で購入できました。はい、嬉しい嬉しい。こんなのはもうね、トレンド真っ只中だと思うから、マジでセールでゲットできるのは本当に嬉しいです。はい、では続きまして2つ目が、じゃじゃん、こちらでございます。こんな感じのクリアトップをゲットいたしました。グリーンのツイード素材になっております。私ツイード素材のトップスをずっと探してて、本当だったらツイード素材のジャケット、ちょっと上品なジャケットが欲しかったんですけど、まあこれから夏なので、夏でも着れそうなこういったツイードの素材のトップスないかなと思って探してたら、このベアトップがあって、これ可愛いと思ってゲットしました。で、ね、私1個やりたいコーデがあって、こうツイード素材のトップスとか、まあジャケットとかにデニム合わせて、でなんかキャップとかもかぶってみたいな、リアーナのスナップを見てた時にそういったコーディネートがあって、それがマジでめっちゃ可愛くて、このルック私も真似したいなと思ってずっと探してたんですよ、こういうトップスを。割と最近こういうツイード素材のジャケットみたいなのも結構置いてるんですよね、ザラで。推しのアイテムなのかなとも思うんですけど、だからまあなんか一応流行なのかなとか思いつつ、そう、でもそんな感じでコーディネートがずっと組みたくて、これなら夏でもできそうじゃんと思ってこちらゲットいたしました。でも思ったよりね、丈が短かったかな、もうちょっと丈があってもよかったかなと思ったんですけど、割とちょっとセクシーな感じにはなってしまうんですが、まあ、でもなんかハイウエストのパンツとかと合わせて着ていこうかなって思っております。ベアトップは正直サイズ感が難しいじゃないですか。で、私ほんと胸がないタイプなので、 XS サイズ、一番ちっちゃいサイズにしたんですけど、着ちゃったらもうフィットしていい感じだったんですけど、もうやっぱ着るまでが結構、私肩幅もあったりとかするので、この肩幅をね通らすのがめちゃくちゃ大変でした。そう、横にね一応チャックはこういう風についてはいるんですけど、まあ、これもね限界があるので、開くのにも、なのでもうぶち壊れないかなと思いながらヒヤヒヤしながら着てましたが、まあ、でも着れたは着れたのでよかったかな。まあ、でもツイード素材だから、あんまりこう伸びにくい素材ではあるので、割とサイズ感は結構気をつけた方がいいかなとは思いました。こちらの値段がもともと3290円なんですけど、セールで2290円になっておりました。はい、では続きまして3つ目が、じゃじゃーん、こちらでございます。これめっちゃ可愛くないですか。私はもう一目惚れ状態だったんですけど、コルセットビスチェかなをゲットいたしました。こんな感じでね、コルセットモチーフのトップスになっていて、真ん中には大きくカレッジ風のロゴが入っていて、すごく可愛いです。なんかこの組み合わせっていうのがあんまりなかったなと思って、スウェット素材なのにコルセット風っていう、この
ギャップというかルックススタイルがすごく可愛いなと思いゲットいたしました。これはちなみにチャックとかはなくてもそのままかぶるタイプの着方になるんですけど、まあ、さっきのツイードよりはちょっとは伸びる素材なのでスウェットっぽい感じだからちょっと着るの大変だけど、まあまあまあ着れるぐらいでした。でこれはね肩紐もちゃんと調節ができるようになってるのでやっぱりそこがありがたいですね。ザラのトップスとかって結構肩紐を調節できないのとか長いのが多いんですよ。だからすごいもうおっくげみたいな感じになっちゃうので結構ね私そこが残念だなと思ってたんですけど、こう調節ができるものだと自分に合わせられるのでこれはすごくいいなって思いました。こういうの着るときは中はブラトップとかを着てあげるのがいいかなと思います。こちらのお値段がもともと3790円なんですけどセールで2490円になっておりました。では続きまして4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。こちらのタンクトップをゲットいたしました。若干アミスリっぽい感じのトップスになっているんですけどリブニットのトップスで結構素材もサラッとした感じの薄手なトップスになっていて、まあ、でもそんななんか透けるっていう感じではないんですけどサラッとしてるから夏でもね涼しく着られるかなと思います。やっぱこのカラーがすごい可愛くて私やっぱり最近ブルーがね気になってるんだよな。結構ブルーのアイテム買っちゃうんですけど、まあ、デニムとかと合わせても可愛いしねスウェットとかと合わせても可愛いし意外とブルーっていろんなカラーと相性がいい気がするのでこれもねたくさん着回していこうと思います。すごい形も綺麗でフィット感もしっかりとあってとっても良かったです。こちらのお値段がもともと3290円だったのがセールで1990円になっておりました。では続きまして5つ目がじゃじゃん、こちらです。さっきのね一番最初のベストと結構似てはいるんですけれども形も色味もデザインも若干違いまして、まず形はさっきのベストは裾のところがひし形というかっぽい感じでなっていたんですがこっちはもう直線、まあ、四角のタイプのベストになっております。でボタンもこれはね普通にマーブルボタンが使われていたりとかこれは後ろまで同じ生地になっててここにベルトがついているのでウエストのところが調節できるようになってます。これ結構ありがたいですよね。スッキリさせて着ることもできるしちょっとゆとり持たせて着ることもできるのでとてもいいなと思います。さっきのベストの方がこの前のところの生地は若干分厚めになってるかな、まあ、でもさっきのベストは後ろがね生地が違ったと思うのでだからなんかしっかりしすぎてないっていうかシルエットが着た時のっていう感じだったんですけどこっちは後ろまで同じ生地になっているので結構形がしっかり保ってくれる印象がありました。カラーもグレーで大人っぽい感じの印象になるかなと思います。これ1枚で着ても可愛いですし中に T シャツ着てあげて着たりとかしても可愛いし、まあ秋冬とかになったらこの上からジャケットとか羽織っても可愛いと思うのでいろいろねこれも着回していけそうかなと思います。こちらのお値段が元々が4990円なんですけどセールで2990円になってました。では続きまして6個目がじゃじゃん、こちらのパンツをゲットいたしました。スラックスなんですけど気づきですかね皆さん、実はさっきのベストとのセットアップになっております。かわいい、これ本当に可愛くてスーツっぽい感じのセットアップなんですけどスーツは結構トレンドなのでトレンドスタイルが簡単に組めちゃうかなと思うんですがこのパンツがねオンラインで私今回買っているのでサイズ感がちょっとわからなかったんですけどやっぱり結構大きめでした。一番ちっちゃい XS サイズにしたんですよ。大きいだろうなと思ってそしたら案の定若干大きかったかな。パンツの丈感もしっかりとあるので、まあ、裾もちょっとお直しとかしてもいいかなっていうぐらいの感じだったんですがであとウエストもね結構緩かったのでローライズで着たりとかもできるかなとは思うんですけど、まあ、でも割と大きめに作られているなっていう印象がありますね。であと一応ベルトループはねこうついてはいるんですけどやっぱりこのウエストのデザインが可愛いじゃないですか。これってホワイトのねこう2本のラインがバーって入っててこれがやっぱりポイントになって可愛いと思うからせっかくだったらこれをね見せたいじゃないですか。ベルトしちゃったら見えないと思うのでだからサイズ感がねもう少し小さめだったらいいのになとは思いましたけど、まあ、でも逆に言ったらすごくルーズな感じで履けるのでこなれ感というかは出るんじゃないかなとは思います。ウエストのところはこれフックとボタンがついてますね。でここにはタックが何本か入っていてとてもハンサムな印象になるセットアップかなと思います。さっきのベストがね若干丈が短めなんですよね。めちゃくちゃ短いってわけではないんですけどやや短くなってるのでウエストのデザインもねちゃんと見えるようにバランスよくね着れるかなと思います。こちらのお値段がもともとが6990円なんですけどセールで3590円になってました。なんかこのセットアップにあえてスニーカーとか合わせて履きたいですよね。絶対可愛い。ということで続きまして7個目がじゃじゃん、こちらでございます。デニムパンツです。
結構ワイドな感じかな。これは割と太めのパンツになってます。で、膝のところに両膝こうダメージがシュシュッと入っているパンツですね。これね、色がすごい可愛くて、濃すぎる感じもないし薄すぎる感じもないし、若干こう黄色っぽいっていうか感じの色味が入ってるかなと思うので、ヴィンテージのパンツに近いような感じの色合いになってて、すごく可愛かったです。裾も切りっぱなしでダメージがちょろっと入ってますね。私いつも36購入してて、これも36にしたんですけど、ちょっとやっぱウエストが大きいかなとは思いました。でもヒップあたりとかは、まあ、いつものサイズ感だったので、ここは良かったかなと思います。まあ、なのでベルトとかして合わせていこうかなって思います。でウエストはね、ハイウエストだったので、結構おへそが隠れるぐらいの丈感のものになっておりました。このパンツとさっきのこのツイード素材のベアトップのコーデがめっちゃ可愛くて、このコーデ私いつかやろうと企んでおります。こちらのお値段が、もともとが5990円なんですけど、セールで3590円になっておりました。では続きまして、8個目がじゃじゃーん、またまたデニムなんですけれども、今度はストレートシルエットのデニムパンツです。さっきのパンツよりもよりタイトで細身な印象のパンツなんですが、こちらは左膝のところだけダメージが入ってますね。さっきのダメージよりもしっかりと横幅があって、ギリギリまで入っているので、よりダメージが大きく見えて、とっても可愛かったです。丈感も私すごくちょうどよくて、ゆとりはあるんですけど長すぎないから、すごく履きやすい感じで、デイリー使いしたくなるような感じのデニムっていうんですかね。私はすごく好きなシルエットのデニムでした。ただウエストがもう少し細めになってくれてたら嬉しいなと思いましたが、でもまあこれもなんかベルトとかとね合わせて履いていこうかなって思っております。でさっきのデニムよりも色味は濃いめかなになってますね。こっちの方がよりなんか青みが強い感じのお色味になっております。裾のところはこんな感じになってます。ちょっとダメージが入ってますね。こういうダメージめっちゃ可愛いですよね。私結構こういうダメージのパンツ好きなんですよね。やりすぎてないけどちょっとあるみたいな、このこなれ感というかラフさがすごい好きで可愛いです。でこっちのパンツはローライズまではいかないかな、ミッドライズぐらいのウエストになっております。これはフルボタンのデニムパンツですね。こちらのお値段がもともと4990円なんですけど、もともとでも結構コスパいいですね。セールで2990円になってました。はい、ということで続きましてラストでございます。ラスト9個目がじゃじゃん、こちらでございます。シューズをゲットいたしました。中がねボアになっててめっちゃ可愛いんですよ。私ボアのアイテムすごい惹かれちゃうんですよね。可愛くないですか。めっちゃこういうバッグもあって、それも持ってるんですけど、シューズも見つけて、うわこれ可愛いと思って、なんかこのサンダルっていうカジュアルなラフな感じのものにボアがついてるっていう、このバランスがすごく好きで、とっても可愛いなと思ってゲットしました。なんかスウェットとかにねこれ合わせてサッて履いてあげてもすごく可愛いだろうし、デニムとかでも合うだろうし、結構いろいろと履き回せそうだなと思って、でまあサンダルだからすごいこうラフにパッて履いていけるし、そこもとてもいいなと思います。私は全然夏でもね履けちゃうかなと思うんですけど、ちょっと暑苦しい印象もあるかもしれないですが、ベルトで調節できるようにはなってるんですけど、一応言うてそこまで穴はなかったりとかで、これ2個目真ん中についてるんですけど、これでも結構ね低めというか割とフィット感があったので、結構こう甲の高さがある方とかだとちょっと履きづらいかもしれないです。でもなんかめっちゃ硬い素材ってわけではないから、一応履けるは履けると思うんですけど、割と窮屈に感じやすいかなって思いました。まあボアもついてるしね。こちらの値段がもともとが9990円なんですけど、セールで5990円になっておりました。めっちゃオフ、オフ率やばいですね。はい、ということでこんな感じで、以上が私の今回のザラのセールの購入品でございます。今回も爆買いしてしまいましたが、今回みんな何買いました？セール DM でもね、サラのセール買いましたかって言って、もし買ってたら見たいですっていう DM をいただいていたりとかしたので紹介してみたんですが、みんななんかいいものゲットできましたかね。なんか今回すごい種類がめっちゃ多くて見るのがめっちゃ大変でした。私結構もう可愛いもの見逃したくないタイプだから、割と毎回毎回セールとか本当にもうくまなく全部商品見たりとかしちゃうんですけど、ちょっと今回ね多すぎてちょっと見るの大変だったんですが、まあ、でもその中からね私が可愛いなって思ったやつを今回ゲットできました。しっかりと嬉しい。セール始まってから日にちは経っちゃってるとは思うんですけど、まだ多分やってるし、なんか新しいものもいつも追加されてる気がするから、今回も追加されるんじゃないかなと思うので、なんかぜひ皆さんも
見てみてください。もちろん今から使えるものもあるし、秋冬に使えそうなものもあったりとかするから、先取りで買っとくのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じでザラの購入品を紹介してみました。またね、なんかセールのタイミングだったりとか、ザラでお買い物した時とか、いろいろとね紹介していこうと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。